アンドリュー・タランスキーは、アメリカ合衆国、マイアミ出身の元自転車競技選手で、現在は、トライアスロン選手。自転車選手時代の客室はオールラウンダー。2014年のツールド・フランスでは、ガーミン・シャープのエースとして出場した。ライダー・ヘシェダル、ダニエル・マーティン、トム・ダニエルソンに続く、ガーミン・シャープの中心選手の中の一人である。 2014年8月現在がアーミン・シャープではライダー、ヘシェダル、ダニエル・マーティンと並ぶエースの中の一人である。ヘス・ジェダルとマーティンと同じ大会に出場する場合は、アシストに回ることが多い。2014年ツールド・フランスでは、エースとして出場。2014年ブエルター・エスパーニャでは、ヘシェダル、マーティンのアシストとして出場している。 2015年シーズンはキャノンデールプロサイクリングとの交流が発表されているが、再びエースとして走ることが予想される。2018年よりトライアスロンへ転向するため、2017年限りでキャノンデールトラパックを退団し、ロードレースからは引退した。2010年2011年、ガーミンサーベロと契約。 2012年、2013年、2014年、2017年度を年末に引退、翌2018年よりトライアスロンに転向した。ありがとうございます。